こんにちは、てるです。本日は大好評の購入品シリーズということで、今月というかもう4月なんですけど、実は今日4月2日ですね。なんですけど、3月の購入品を7個を厳選してきたので紹介していこうと思います。今月に関しては、まあ、ウェア系をメインなんですけど、小物類もちらほらあるので、ぜひよかったら最後までご覧ください。皆さんが3月に購入して良かったものとかね、4月購入して良かったものあったら、ぜひコメント欄でもシェアしてください。僕も気になりますし、これを見てるね、視聴者の方も気になると思うので、たくさんシェアしてね、いいコメント欄にしていただけるとすごく嬉しいです。お願いします。はい、ということで一つ目はこちらになります。バービックのローファーです。これはね、もうすごくインスタでもたくさん質問いただいてたシューズなんですけど、結構ね、僕ブーツとかボリューム系のやつとか、まあ、それこそカルマンソロジーとかも、まあ、切れ目なシューズなんですけど、もっとさらにドレス寄りのシューズが欲しくてローファーを購入いたしました。ローファーで唯一のデメリット、嫌なところがやっぱ靴ずれしたりとか、足が痛くなっちゃうとか、まあ、履きにくさですね。バービックって海外のブランドではあるんですけど、日本人の足を研究して開発されたラストを使用してたりとか、同じ体積のゴム材よりも約2分の1軽量化されているとか、見た目ももちろんかっこいいんですけど、本当に履きやすいツヤ感と凹凸のあるローファーはかなり学生ローファーに見えやすいので、やや脂肪感のある素材だったりとか、アッパー部分の凹凸がかなり少なくてなだらかで綺麗なローカットのローファーを選びました。スラックスとアースでもいいですし、デニムだったりとか、本当に幅広いボトムスと相性が良くなってます。これは本当買ってよかったですね。僕が学生の時履いてたローファーとか、高校卒業したまで大学生になってもう一個ローファー買ったんですけど、それよりも圧倒的歩きやすいし軽いで、本当バーベキュー靴いっぱいあるので、別にこれでなくてはいいと思うんですけど、アッパーはこの形だけどツヤっとしてるやつもあるので、もっと綺麗めに、もっとシンプルにいいんだよ俺は、と脂肪感なんていらねえって方はね、そっちでもいいと思います。あと、まあローファーはヒールの部分も少し身長盛れるので、低身長の方とか身長盛りたいよって方はね、特におすすめのシューズです。本当春ローファー履いてクロスラックスとかシンプルに合わせて、本当春らしいスタイリングも組めるので、新生活も始まるし、何か靴、買いたいよって方は、ね、ぜひよかったらチェックしてみてください。はい、ということで2つ目はこちらです。ユニクロ U のニットポロシャツになります。これね、僕もう最近めっちゃ着てて、本当に着心地がいいのと面がいい。まずインナーのニットポロもあるんですけど、やっぱそれだとこのボタンのところがかなり主張が強いのと、これはポリレーヨンなので、本当こう落ち感だったりとか、この少しの光沢感、微光沢あるので、すごくね綺麗なんですね。このフロントのこのボタンの部分も距離がね、やや広い、詰まってるとカジュアルなイメージがあって、遠いとね少し切れ目なイメージになるんですよ。でこういったカジュアルなアイテムは、こういったね切れ目のやつが多くなればなるほどすごく着やすくなるので、僕としてはねすごくありがたい。襟も大きめなので、まあ、顔もねやや小さく見えたりとか、まあ、襟ぐりも本当に程いい襟ぐりですし、ユニクロのインラインだとここの袖の部分もキックバックが結構ね強いので、ギュッとなってしまって、本当にゴルフのおじさんが着るようなポロシャツに近い印象になってしまうんですけど、広めなおかつ長めなので、本当にこうデイリー使いしやすかったりとか、私服としてねしっかり落とし込めるデザインかなと思います。なので本当ユニクロ好きな方はもちろんなんですけど、それ以外のドメスティックブランドとかインポートのブランド見てるよって方もね、こういったインナーとかシンプルなアイテムってそこまでね差がつかないかなと思うので、ぜひねチェックしてみてください。あとね、丈はそんなに長くないので本当に使いやすい、低身長でも高身長でもそこまで関係なく使いやすいアイテムかなと思います。あとニットポロシャツって意外とチクチクするのがチクチクするんですよ。この辺の襟とかもこう当たってこうちょっと痒くなっちゃうとか、擦れるとかね、たまに僕ニットポロあるんですけど、それも一切なくて着心地もいいですし、なんならここの襟の部分、どうぞちょっと触ってみてください。これ肉厚なんですよ襟。そうっす、あの襟だけ素材変えてて、ここもすごい丁寧でいいなと思ったんですよね。遠目から見た時とか、まあ、近くで見た時も襟がチープじゃないんですよ。しかも価格も3990円、その価格でここまでクオリティの高いというかこだわれるってすごいなとやっぱ改めて思いました。メンズもそうですけど、レディースにもぜひ着てほしいです。ブラックのポロシャツ着て、なんかショーツとかにこういったサングラスとかね、アイビアかけてる子僕めっちゃ好きなんですよ。オンラインだと在庫今なくなってたんですけど、店舗だったらもしかしたらあるかもしれないので、ぜひ見てみてください。はい、ということで3つ目はこちらです。ヨークになります。はい、これもねヨークの 24SS のね新作のベストですね。展示会で見た時にもう実物見て久しぶりに僕テンション上がっちゃって、こんなになんかドストライクなこの生地感、これコットン100なんですけど、シワとかにもなんないですし、なんかこうデザイン的にかなりこうあえてほつれを出すような
ほつれがデザインになってるような感じなんですよ。ほつれもどんどん切れば切るほど出てきてて、それがまたいいなと思って、いい意味でこう雑に着まくって、もっとこのこういうのをわざとこういっぱい伸ばして、こうもっとこうわーっていう感じのベストに育てていけたらなと思ってます。ポケットのフラップもかなり大きめで、オールブラックスタイルよくやるんですけど、そういった時にこういった素材感の違うものとかかなり際立ちますし、こういったねアイテムってなかなか巡り合えないので、もう本当に一目惚れでね購入しました。最近オーバーサイズのアイテム多いんですけど、この革もしっかり深めにね取られているので、インナーちょっとねオーバーサイズに入れてもごわつかなかったりとか、しっかりこの服にはまってくれる、首もね狭すぎないのが僕はすごいいいなと思って、 SS らしいベストだなと思って購入しました。で、4つ目はそのセットアップですね。パンツもうすごい綺麗、ドストレートですね、本当にストレート。シルエットもすごい綺麗なんですけど、まあ、このケツポケットもねでかい四角のポケットで、こういうところもねすごいいいなと思ったのと、あと後ろでね今こっちわざと外してるんですけど、ウエスト調節できます。2個ボタンあるので、基本的にベルトなしでも履くことできます。ベルトループもしっかりついてるので、ベルトもつけることできます。パンツもねトップスと同様にこういうなんかほつれというか、若干こうほつれてくるところは来るんですけど、そういったのもねもっとこうケバさせて育てていきたいなと思ってます。これを最近履いて、なんか久しぶりにこう服着てて楽しいとかワクワクするというか、こんなに面白い服あんまりないので、友達にもなんかどこの服とか最近すごいね褒めてもらえるパンツになってます。トップスほんとシンプルな白 T とか黒 T にアクセサリーつけるぐらいで、ほんとシンプルでアクセサリー多めなスタイリングとかに落とし込みたいなと頭の中で思ってます。なのでね、ちょっと暑くてもベスト着れなくなっても、ちょっとパンツはね真夏も履けそうな素材感なのでたくさん履こうかなと思います。はい、ということで5つ目はこちらです。ルラボのガイアックになります。これはねもうバカクソいい匂いで、このガイアックは東京限定のアイテムで、スモーキーで滑らかなガイアックウッドをベースに4種類のムスクとシーダー、オリーバナムのブレンドによって完成されたウッディムスク。インスピレーション源は北海道の温泉、ウッディ要素はね少しあるんですけど、でもほんとシンプルでお風呂とか温泉みたいな香りがします。例えがあってるか分かんないですけど、ちょっとムスクが強いかな、ウッディかどうすか、ウッディですね。ちょっと若干お香の感じも入ってますね。会社にねさらっとつけてたんですけど、男性というか女性から評判すごい良かったです。っていうかこれ女の子がつけてても超いい匂いだと思うので、ぜひ全人類に一癖ってより 0.5 癖ぐらい欲しいな。ムスク系のお風呂上がり系の匂いも好きだし、お香っぽいウッディ系の匂いも好きだなって方はね、ぜひこれおすすめです。これ実は東京限定なんですよ。ぜひ旅行できた際とか東京に住んでる方はね、ぜひあの店舗があるので店舗で一度試してみてください。でもこれ 50ml で4万ちょっとしたんですよ。僕も服作ってるんで分かるんですけど、やっぱでも原価が上がりすぎちゃってるので価格上がっちゃうのしょうがないんですけど、実は僕あのルラボで10枚ほど使いまして、なのでまた夏前ぐらいやったらね、香水もねこの動画で僕買ったので紹介できたらなと。難しいんですけど香水を伝えるって、できる限り言語化したりとか、あのりょうさんのね反応見て感じ取ってくれたらいいなと思うので、ぜひよかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。お願いします。はい、ということで6つ目はこちらになります。ボンボンのチノパンです。はい、これ僕ねかなり珍しくないですか。ちょっと薄めのカーキを購入しました。別にパーソナル診断とか行ったことあるんですけど、パキッとして今日もこうブルーとか、まあ、黒とか着るんですけど、こういうくすみから、まあ、ベージュとかね、カーキとか茶色とかちょっと苦手なんですよ。でも最近ちょっと春になってちょっと色物欲しいな、ちょっとカーキ挑戦したいなという欲があったのと、ピンタレストとかいろいろ海外のインフルエンサーさんとかがレザーにねカーキのパンツ合わせて革靴で2人組んだのが超絶かっこよくて、今回こちらのアイテムゲットしました。このチノパンすごい生地も良くて肉厚で、ほんと1年中履けそうな肉感もあって、価格も9900円かな、アンダー1万でこのクオリティはすごくいいなと思いました。ポケットも結構深めでかなり物も入りそうだなっていうのと、フロントのこのベルトループもうやや太めで大きめというかアクセントになってるので、夏とかも黒 T タックインとかしてね、少しベルトループで、まあ、癖出して着るのもねすごい楽しみです。はい、で形がね本当に綺麗で、まあ、ストーンと落ちるようなパーツなんですけど、ボンボン確か SMLXL4 サイズぐらいあったかなと思います。181cm で僕が XL サイズ、高身長の方から低身長の方までたくさんねサイズあるのはすごい嬉しいんじゃないかなと思ってます。今回はねチノパンゲットしたんですけど、ボンボンは本当にこう流行りのねテック系のアイテムとかカジュアルなアイテムがねすごく価格が安くて手に入るので、で届くのもまあ ZOZO とかと2日3日とかで、なんなら早すぎるぐらいなんですけど、ボンボンもそんなにかかんなくて10日以内とか本当に1週間前後で届くのもね結構早めなのでチェックしてみてください。結構ね僕的にはボンボンのテック系のアイテムおすすめです。はい、ということで最後はこちらになります。
ユニクロ U のこちらのブルゾンになります。これね本当に良くて、ユニクロ U 今季のやつなんですけど、サイズ感もねコンパクトめなブルゾンで、まあ、本当春らしいホワイトの、まあ、ホワイトっていうかオフホワイト系ですかね。真っ白すぎないブルゾンで、 C っていうならちょっとやっぱジップがね結構チープなんですよ。少し安っぽいというか、まあ、安っぽいっていうのもおかしいんですけどね、安いんで正直。よく言えばダブルでかっこいいの2個ついてると本当汎用性もありますし、面構えもすごい良くなると思うんで欲しいんですけど、チップのところ以外はね本当完璧ですね。襟の大きさだったりとかコンパクト感も僕めっちゃ好きで、価格が6000とかなのでアンダー1万でホワイトブルゾン買うなら本当これ一択かなってぐらい、少し白アウターね春に楽しみたいよって方はぜひよかったらチェックしてみてください。はい、ということで3月購入品いかがだったでしょうか。今月もたくさん服も、香水とかも買ってます。また香水は香水で動画にしたいと思ってたりとか、またね他の服も紹介していけたらなと思うので、チャンネル登録まだの方はねチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もご覧ください。バイバーイ。$40 to show money, that's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny, ask if this cold.